はい、皆さんこんにちは。しげちゃんの歌唱レッスン講座のお時間です。今日は竹川美子さん、一人岬へと、この曲をレッスンしてみたいと思います。まずはオリジナルキーをプラス4にしまして、私がアンコーラスを完成していただきます。一夜限りの慰めと決めて日暮れの電車で来たの岬宿、心寂しい我慢の糸を今はない、潔み見つめ思い出す、一人岬宿。一人岬宿、今日はこの竹川美子さんのね新曲の中から一人岬宿を歌わさせてレッスンしていきたいと思います。まあ内容はねよくある、女性の人が男性の人の面影を追いかけて、そして一人遠くまで旅をして、あの人の面影をしのんでると、まあこういうことですよね。ただこの歌唱が非常にね、このタッチが素早く、そして割と16音が対応されてまして、割とスッといきますから、最初の歌い出しがちょっと難しいですよね。この言葉の運び、スッといくあたりがね、難しいですけど、内容は非常にいい歌ですからね、ぜひ皆さんね、これカラオケファンに結構喜ばれる曲調だと思いますからね、そして歌ってみると心地よく聴いてる人も少しこう胸に残ってくる、心に響いてくると、そんな感じの歌ですのでね、ぜひしっかりと覚えてものにしてみましょうね。はい、それではレッスンはオリジナルキーで行っています。一夜限りの慰めと決めて日暮れの電車で来たの岬宿、はい、まずはここまで来ましたね。この最初の歌い出しのところが割と思い切りが必要ですね。スッとこう立ち上げてきますね。一夜限りの慰めこういうのね、スッともう行っちゃいましょうね。慰めの何とでクッと乗っかるような、一夜限りの慰めと決めて日暮れのレレとね、またレのところにグッと起こしてね、言葉をグッと乗るような、列車で来たのといきます。まあ心あたりまでね、言葉がもつれないように上手にここの運びをね練習しましょう。ですからやっぱりこうテレビ画面を眺めながら歌ってるとちょっと遅れてしまいますから、やはりまあ見るならさっと見ちゃうことですね。一夜限りの慰めとこうさっと見ちゃう、決めて日暮れの列車で来たのというのをさっと見ちゃう、それで頭の中でね整理しながらスッとこなしてみましょう。そして岬のところは不定に変わりましたから、ここを落ち着いて岬とグググッと上がっていって、いやー節回してとーと行けばいいですね。まあ最初のこの一夜限り、決め手がね16分9分ですから非常にタッチが素早いですね。スッスッと言ってたのが今度は不転に変わって少し落ち着いてというふうに変化にしてありますからね、そこら辺りをお間違えないようにしましょう。はい、それでは今度は心寂しいに入りますよ。
よく一夜限りの慰めと決めて日暮れの電車で来たの三崎宿心寂しい我慢の糸がちぎれそう。はい、まあここがね盛り上がってきましたね。もう一度最初からいきますよ。心寂しい我慢の糸がと一息で歌ってみましょうね。心区切って寂しい我慢の糸が、寂しいというところですけどもね、寂しいと歌う時もありますし寂しいと歌う時もありますからね、まあ、これはあのどちらもありますので、まあ、この場合は寂しいですね、よく間違えて寂しい寂しいとかね歌っちゃったりする場合もありますから、一応正しい日本語で寂しいと歌いましょう。心寂しい我慢我慢我慢の糸が、側を伸ばさない。そしてちぃ、ここはしっかり出ましょうね。ちぎれぎれちぎれ、そしてそーっと盛り上がる、そーっといきます。このちぎれそうのぎのところはね、やはり微濁音発生ですね。ちぎちぎれ、これね、微濁音発生、うんぎっていう感じですね、うんぎ。ちぎ、ちぎれそうというと汚いですね、ぎれと、うんぎという発音に心がけて、それでいて音は高いですから、少し気持ちを集中して頑張ってやってみることですね。はい、それではもう一度に入りますよ。最初から畳みかけるように、一夜限りの慰めと決めて日暮れの列車で来たの三崎宿、心寂しい我慢の糸がちぎれそう、甘えたい傘も今はない。はい、ここあたりね、どん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 いい感じになってきますね。もう一度甘えたい、まあ流れは同じですね、音階が違っただけですから、もう一度一度盛り上がってきますよ。そしてそれを少し抑えた気持ちで、ね、甘えたいといきます。肩も今はない、いのところでクッとね頑張って、いい肩も今はなと膨らんで、いいと思っていきましょう。はい、それでは今度は最後リサリビングツーで最後のところに入っていきます。一夜限りの慰めと決めて日暮れの列車で来たの三崎宿、心寂しい我慢の糸がちぎれそう、もう一度甘えたい肩も今はない、いさりび見つめ思い出す、一人三崎宿。はい、
こんな感じですね。はい、最後のとこですね。じゃあ最後のところまで行って、もう一度最初から歌っていきますね。はい、そして肩も今はないというところまで説明しましたね。いさりび見つめ、いさりびで一回止めましょうね。いさりび見つめと行きたいところですけど、一回ちょっと止めて、いさりび見つめ、見つめ、見つめ、思い出す。最後、ひとりひとりひとり、みさきみさきみさき、いや、節を走ってどうと思ってきます。はい、というわけですね、なかなかいい歌ですけど、やはりこの最初の歌い出しがミソでしょうね。この16分音符、そして16分、この9分のグッと入っていくところのこの流れね、ここをまず上手に、ね、こなしてみましょう。その後は、そのちぎれそうだとかね、それから後半の今の思い出すから一人に先、ここあたりは非常に歌い心地のいいところですからね、ぜひそこに持っていくまでに、垂れないようにね、ミスらないように正確にやってみれるようにしましょう。はい、それではもう一度通しでオリジナルキーで最後まで歌っておきます。一夜限りの慰めと決めて日暮れの列車で来た岬宿、心寂しい我慢の糸がちぎれそう、もう一度甘えたい肩も今はない、いさりび見つめ思い出す、ひとり岬宿。はい、というわけでね、非常に歌い心地のいい歌ですから、ぜひ皆さんしっかり覚えてみましょう。